も皆様、クルログです。本日はアクションロデオその2、前回の動画で上げきれなかったアクションロデオにあるおすすめのお店を紹介します。前回のロデオ動画で取り上げたお店と近い場所にあるお店ばかりなので、ぜひ前回の動画も一緒に見ていただけると嬉しいです。まずは最近話題で K-POP アイドルも愛用しているおしゃれ韓国ファッションブランド、インスタントファンクのお店を紹介します。場所は分担線アクジョンロデオ駅5番出口を出てまっすぐ。1番目の十字路を越え、右手にパリバケットがある曲がり角も越えて、次の曲がり角、トッポッキ屋さんがある曲がり角を右に曲がります。右に曲がり2番目の十字路、向かいにミニストップがあるので、その曲がり角を左に曲がります。曲がったら突き当たりまで行き、左側に曲がるとすぐ左手にあります。中はインスタ映えしそうなおしゃれなブースもありました。2階には個性もあり、普段使いできそうなデニムがたくさん売ってました。帽子も売ってる。1階には T シャツなどが売ってます。私これ買いたい。お、いいじゃん。続いては韓国でおなじみのアイウェアブランド、ジェントルモンスターのビル、ハウスドサンを紹介します。ジェントルモンスターといえばメガネ、サングラスが有名ですが、その他にもジェントルモンスターが手掛けるコスメブランド、タンバリンズ、カフェ、ヌデイク、すべてが入ったビルになりますので、全部行きたいなと思っている方がいましたら、一度に行けるので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。場所は先ほどと同じアクジョンロデオ駅5番出口を出てまっすぐ。右手にパリバケットがある手前の道を右に曲がります。まっすぐ行くと前回紹介したロンドンベーグルミュージアム、ウィグルウィグルがありますのでそこを越え、最初の曲がり角を左に曲がります。ちなみに左に曲がる向かいにはストゥーシーがありますので、興味ある方は行ってみたらいかがでしょうか。ストゥーシーを越え、まっすぐ行くと十字路が出てきますので、この斜め右向かいにビルがあります。
階ごとにお店が分かれてます。今回はカフェ以外のところを回って商品をピックアップして撮ってきましたので、参考にしてみてください。個性あるメガネがたくさん。おしゃれですが普段でも使えそうなメガネが多い。上の階はサングラスが多かったです。気持ち悪いのがいる。ホームみたい。この練り香水、すべて良い匂いでした。良い匂い。初めて見た。ハンドクリームだ。どうしよう。初めて見るチューブ式のハンドクリームもありました。これが2000だ。続いてはアクジョンで人気のチュロス屋さん、ミニットパピオンを紹介します。場所はこちらもアクジョンロデオ駅5番出口を出てまっすぐ、パリバケットの手前を右にまっすぐ、少し歩くと右手にあります。今回時間がなくてテイクアウトしたのですが、カフェになってますので店内で食べた方がおしゃれで良いかもしれないでした。お店はこんな感じ。奥でカフェができるみたいです。私たちはディープチョコレート&チュロスをテイクアウトしました。テイクアウトはすぐに受け取れました。ホテル内で食したので全然映えてませんが、チュロスはサクサク、ちょっとダークなチョコとの相性抜群でした。次回は東大門にあるスミショップを紹介します。有名なマスクショップはいつもながら安く有名なコスメが勢ぞろい。シートマスクもたくさん。モジョスキンではマスクショップでは売ってないコスメなどいろいろ売ってました。次回の動画もぜひご覧ください。